間違いのない楽器の選び方をお伝えする弦楽器サラサーテの北見です。今日はいわゆる昼型と呼ばれるアジャスターについてお話しいたします。大きく分けますと、昼型のアジャスターもこのようなアームの形状がこういったものとこういったタイプに分かれるかと思います。ここで問題となりますのはこのアームの形状です。このようなアジャスターにはこのループエンドという E 線が使われますが、このループの部分、輪っかの部分ですね、これが切れやすくなる場合があります。このタイプのアジャスターの場合ですが、このアームの金属部分ですね、こちらが比較的薄くできているのと、この角の部分、エッジの部分が非常に鋭く立っているために、ループ部分が切れやすくなります。このように弦は常に引っ張られておりますので、このループ部分には非常に力がかかります。ですから、このアームのエッジが鋭いと、このループが非常に切れやすくなってしまうわけなのです。一方、こちらのアジャスターですと、比較的アームの部分に厚みがありまして、この引っ掛けるところも非常に穏やかな形状になっておりますので、こちらの方がこのループ部分が切れにくいと私は思います。ですから私はだいたい E 線に昼型のアジャスターを使うときはこのタイプ、メーカーとしてはゲッツというところが代表的なメーカーで作っておりますが、このゲッツのアジャスターを使うことが多いです。